調節エリアの3、白金の祠、あ、赤い甲羅ってこれどう見てもノコノコのあれなんだけど、確認じゃない、ちょいちょい来るハンマー、発金、ハンマーだね。ハードフルドレスの安定感よ。あ、服を変えたい。とりあえず開始と同時にも写真撮っときゃいいんじゃね。え、あ、そしたらとりあえず投げんだな。チョイスするだけやん。ひどい。俺も追い出すって。俺のためれるためれる。俺がためてたからこの演出が起きなかったんだ。4。どっすん。氷も壊せるね。大ジャン。なんかあれがあるよ。クラゲが。しょっぱなから？うん。いい。え、こっち連れてこよう。こっち連れてこよう。氷の上でやるより。あ、めっちゃ好きだ。ちょっと足場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 。こいつも足場につまんの。どういや。まあ79ルピーもいきなり溜まったじゃないか。1人までだね、ジャンプできんの。ここでタッチ落ちた。気をつけて。氷が。これ氷が高いとかやな。やめろ。そこまで行く。これちょっと試そうか。どうだ。連続。こっちダメじゃない？ほら。はいよ。で上で叩くんだわ多分。こうか。触れない触れない。いけちゃった。でそこ飛んで、で2人がかりで上に乗っけんだよね。おう、でこうか。いきまーす。間違いない。ちょっと持ってみたらいいんじゃない？上から叩いてもダメみたいだな。お、宝箱。宝箱。あ、ゴールだこっち。20出た20。ゴールだこっち。気になっているようだ。なぜか乗った。なぜかじゃない。そこにいたからだ。に1で120ルピーもたまった。なんか顔が違う。あ、バランス違うな。顔が違う。おお。あ、ノコ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 だ。しかもなんかダメージ受けた。落ちろ落ちろ。繰り返したところを殴るんだ。落ちろ。早っ。下に落ちた。アイテム取れねえじゃねえか。あ、次だ。落としたね、じゃん。割る。はめると威力上がんの。危ねえなこれ。これやばいな。ちょい。落ちたわ。落ちたわ。みんな落ちていく。高さがあるんだな、ちょっと。確かにこれ。よし、殴るぜ。まずいな。ドレス後悔。ちょっと逃げよう。死んでしまう。いっぱい食らわないでください。落とす。やばい。だ。そこだ。あ。一発しか食らってないのにとどめ食らったから一番ダメな感じ。とどめ食らうとなんか一番ダメな感じしちゃうね。モンハンの時と同じか。草の真ん中でやると草が一気に。これあれだよね、3人とも降りなくていいんじゃねえっていう。1人で行ってこいってやつ。うん、そっちの方が安全だよ。他の人が乗った足場壊して自分落ちちゃう。いけなかった。じゃあどうする？俺ここで回復待とうか。落ちたら交代でいいんじゃない？次クマさん並んどくわ。あ、一人で全部やっちゃってるじゃん。余裕余裕。まあね。絶対一人の方が楽じゃねえかよ。ねねねねねねね。ストップストップ。あ、違うか。ひどい。横側にあるかなって思ったんだけどなかった、ね。ハートフルやばいな。いっぱい出るよ。ハートフルなんて出せよなーって言われる。気が出るはずだったのがハートになってる気がするよ。でも所詮1ルピーだしほとんど。ほら。あ。あ、でも別に死ぬわけじゃないじゃん。こっちだね。他人のに従っちゃダメだね。これぐらいか。あ、2人でまとめて左。ナイス。3人とも地面にいなくていいんだ。超イージーだった。じゃあダメージ受けないなんて。じゃあ俺行ってこようかな。別に壊れるわけじゃないからみんな来ても大丈夫だわ。これあれじゃねえの。これ壊せば落ちてくる。おお、跳ねる氷がいる。潰さなあかんわ。いってびっくりした。あだ高さが足りない。時間持ってりゃ飛ぶのかよ。ほら下なんかないの。もう行っちゃっていいのこれ。あ、いった右と左とかいけるのかな。なんかありそうだよね。あ、落ちて終わりそうやな。なんもなさそうだよ、やめとこう。一応何も出なかった。金が出るかもしれない。あとフルドレスのせいでハートしか出ない。ボスだボス。亀系のボスかな。写真チャンスを忘れるな。あ、大したことねえな。まだここだ。いて、ここすんだろう。ひどっ。石になってるのにその石ごと潰してる。あ、氷の上だ。あるあるすぎる。もう一回ありそうだよな。滑るな。ああ、2回か。動き早すぎる。よしよし、ぶっ倒した。落としちゃった。ないか。ちょっとこれやろう。1回やんなきゃダメなんだ。じゃなくてこう固まった時にしなきゃダメなんだよ。だからドッスンってやったら固まるんだよ。これね、あれもう一回なかったな。終わった。楽勝じゃねえ。写真撮ってないならどうでもいい。背景でも撮っとけば。まあ、ここにいると真ん中から始まるのかな。関係ない気がする。そんなことなかったで。ほら真ん中だぜ。俺右から逆になってるよ。来い。はい、こらが守っとんやけどこれ。スノークリスタルゲット。氷の神殿のボスって言ったら誰だろう。雪の女王。雪の女王。セーブ終了。あと95枚。さあボスに挑もうじゃないか。全員一致。氷の神殿フリザド。こいつじゃねボス。フリザドグローブとハンマーどっちでもいいや。残ったやつでいいや。鹿。残ったやつならファイヤーになるか。あんなところに遠いな。じゃあ俺当分何もすることない。ついてる。落ちる。よろしく。動いてる。あれだ、失敗したら落ちるんじゃないか。でも俺これもカー君叩いて、俺乗るから。じゃあ叩いてから。そうそう、カー君が叩いて、俺がの、俺ハンマーないからね、俺乗っとかないと。よし、今言っちゃダメだよね。今言っちゃダメだって分かってんだろこれ。今のは分かったろ。カー君に任せる、クマさんに任せる。見えてなかった。一人で行く。じゃあカー君俺を持って行ってね。頼むよ。違う、俺先持っちゃダメだって。叩いてから。いつだ、あっち来そうになった時か。これもダメな気がする。クマさんが今よし、さらに合体投げ捨てたくなった。今気持ちはわかるがやめてくれたまえ。グローブグローブ、あれ右に行くのか。結局右にやった、溶かす中のやつだった。よし、あ、いけるようになった。増えてるじゃん。あ、いけるやんこれ。いつの間に溶かすで飛び降りて、カンタとそっち。よっ、あ、ダメだ。待ちまーす。こうでもった。オッケー。まあ順調かな。ちょろいね。早っ。ちょっと止まれ止まれ。うわあ、俺ファイヤーあんま使わない方がよさそう。あ、ノーボス戦？いや、中ボス戦だね、いわゆる。またこいつだか。しかも俺なんか戻ってきそうや。俺足元溶かした方がいい。危ねえ、落ちてった。倒せんわ俺じゃ。まだおるの。ハンマー組任した。終わり終わり。全部が氷ってわけじゃないからそこまで難しくないな。めっちゃ滑った。あれだけ？あ、終わった。また3か。謎解きかな。おね。俺は行かせろってこと？じゃあ叩いて叩いて。多分ここで叩けない。で、あれに合わせてここを越えるんだな。おう。その隙間くんのがおう食らってる。あったな、みんな食らったな。よっとおい、先行くな。ありがとう。いやですよね。上に投げ、あ、ごめんなさい。危ない。意外に無敵時間が短いね。持たない。自分の責任でいこう。今どういったな。完璧。俺のファイヤーがないと。ちょっと待って。俺。うわー。ちょっと見ようか。このタイミングで。もうちょっと離れよう。どれのタイミングでいけるのか。画面に出てきた頃で大丈夫。遅い無理だな。じゃあ次の画面に出てきた瞬間で出てこない。よし、今いけてると信じるぞ。おお、いけた。ああ、ここ落とす気はねえよ。あんじゃん、回復だったら嬉しいな。お金だ。何が起こった？普通に食代だよ。おい、離れろ離れろ。凍るやつじゃなかったのか。稼ごう稼ごう。パター入ったパター入った。いて。なんで食らってんの？ほぼ全部食らってたじゃねえじゃん。何譲り合いの精神を発揮してんだよ。さあボスだ。シャッターチャンス。これはほっといた方がいいんじゃない？登れそうだし、うん、いけないいけない。ダメだ。いいね、しょうがないか。シャッターチャンス。お、もう一回取っとこう。レウスが来たんかと思ったら全然違かった。ヘビじゃん。ガララアジャラがここだ。これ何これ？亀ファイヤーかな。なんか風が来たところからで頭をの岩を壊して尻尾かな。シューお溶ける溶ける。お正面は分かりやすい。もう頭壊れてね。なんていう弱さ。頭が悪い。1回目完了かな。食べられるんじゃん。次中とちょ足が凍るんだ。工場を間に攻撃すればいい。えあ違う。おーいあっほら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 体溶かすぜ。2回当てたぞ頭に。なんか体にハンマーやるとへこむんだけど、今のうちにこう尻尾もこうでも当たり判定残らない。体に当たり判定ないからないね。尻尾と頭にもないな。尻尾にしかないのか。多分凍ってるところにしか当たり判定がないんだよ。ちょっと危ないこれ。しかもで今弱点むき出しで回復取っとこう。回復がいっぱいある。俺が止めて。いや俺巻かれてんだけど大丈夫かなこれ。やべすげえ減る。離れよ離れよ。やべ動けねえ。クマさんこっちこれ。残念あんまり食らってないのに責任を背負ったかのような死に方したねもう一回やると思うからな。ちょっと持ち上げなきゃ。なんか攻撃が届かなかったなあれ。そして1回目はさーっとファイヤーがね体のトゲを削るぐらいしかすることはないんだよな。枠また俺だ。俺のこと好きなんだ食べられてあげろよ。こっち来んだよモンハンとかでもあれだろ、自分狙ってない振り回しとかが一番食らいやすい攻撃なんだから。 MPK じゃん MPK。 こっち来ないでくれますか。よしいけたいけた。尻尾が邪魔やな。すごい尻尾が当たり判定だからよいしょ。よし動かした動かした。今叩いて尻尾に来る。ラーメンちょっとストップストップ。ちょっと回収してきて。周りに草とかあるからあれちょっと回収してきて。クマさんに任せとく。はい俺背中の鱗から結構出るね。頭いっぱい。はめた。やばい離れろ離れろ尻尾から。離れろ。あ消せた。なるほど尻尾に炎で尻尾の当たり判定消せる。あれじゃないの。尻尾消しとこう。尻尾消したぞ。なんかさ時々頭が持ち上がってっからさ。ああほんまや2人いるのか。でも基本低くない？え届くか。あ、届いた。せず、俺は尻尾を溶かすのが仕事かな。名付けんで切れるんですか？剣で切れるんですか？めっちゃ切ってるよ。ズバズバ切る。めっちゃはやってたよ。いけいけいけ。もう力ずくか。引っ掛けしとこう。痛い痛い痛い。そこだ。こう来た上に。引っ掛けした。回復だ回復だ。右側ある。上上上。まだあった。よし倒した。いや足場の氷がきついよな。あ、金もう強いですね。なんとかとりあえず20ルーピー取りに行けるかこれ。50。俺そもそも近寄れないかもしれない。この5ルーピーだけでも剣振って剣振って剣振らなかった止まるぞこれ。ふぅ。さあ最後の報酬なのかな。真ん中の人は真ん中ということはないな。右側もらい。ああ外れた。もう来なくて済む。でも1000ルピーぐらいでしょ多分レアって。写真写真。もう3000超えたよ。1個買えるやん。じゃあなんか服作りに行こう。お、割といい写真だ。写真またなんかさ、なんか若干閉じてるんだけど、画面が。そう、写真のシャッター連打したから。俺は大丈夫だ。連打してないんだけど、俺。